どうも、皆さん、こんにちは。着馬です。本日はですね、なんと、こちらのレボリュートがですね、残念なことに解約が発表されてしまいましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、いやね、非常に残念ですね。このね、レボリュートっていうのは、まあ、知ってる方はですね、知っているっていう感じで、外貨決済手数料はね、ほぼかからないということで、非常にお勧めさせていただいているプリペイドカードなわけなんですけども、今回ですね、解約ということで、2023年の4月の17日よりですね、クレジットカードからのチャージに対して1.7%のね、手数料を加算するっていうことを発表したんですよね。いやー、残念ですね。はい。2023年の4月の17日、1.7%のチャージ手数料ですね。クレジットカードからチャージする際に導入するっていう風になりますんで、今後はですね、1万円ね、チャージするっていう風になると、毎回ね、170円の手数料はね、かかるようになってしまうっていった形になるんですよね。まあ、ちょっとね、このレボリュートっていうのは、外貨決済手数料はね、ほぼかからないということで、まあ非常にね、お勧めさせていただいてたわけなんですよね。ですので、外貨決済手数料をね、伴う支払い、まあ海外でね、まあ普通にね、アメックスとか使うと2%のね、外貨決済手数料が、まあ上乗せされてね、請求されるわけなんですけども、まあこれもですね、今ね、非常に私の中でお勧めさせていただいてるのは、このアメックスからレボリュートじゃなくて、イデアにね、チャージしていただいて、そこからね、レボリュートにチャージしていただくと、まあ、ポイントも満額取れて、外貨決済手数料もかからないでということで、まあ、非常にね、お勧めさせていただいてたわけなんですけども、まあ、今回ですね、解約になって1.7%のチャージ手数料をですね、導入されるっていった形になるんですよね。で、このね、レボリュートっていうのは、今ね、私無料会員でね、年会費無料でこちら利用させていただいてるわけなんですけども、この無料会員でも一月ね、2万5千まで、まあ、銀行からね、入金した分に関しては、海外のね、ATM で現金を引き出すのも、まあ、無料でね、利用することができるということで、まあ、非常にね、重宝してたわけなんですけども、まあ、今回ね、チャージに対して手数料が入るって言った形になるんですよね。で、今回ね、クレジットカードのチャージするときに1.7%のね、手数料を、まあ、上乗せするっていう風になりますんで、まあ、簡単に言うとですね、まあ、普通に利用すると、アメックスとかね、利用すると、まあ、普通に2%上乗せしてね、請求されるっていう風になりますんで、1.7%しかね、このレボリュートへのチャージはね、かからないっていう風になりますんで、まあ、結果的にっていうか、まあ最終的にはですね、今後もこのレボリュートでね、払った方が、まあお得にはなるわけなんですけども、まあね、この、なんて言うんですかね、チャージで手数料がかかってしまうっていうのは、ちょっとね、利用している側からすると、まあ体感的にはですね、かなりね、損しているようなね、そんな感じになってしまうと思いますので、まあこれからね、利用される方ね、かなり減るのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。一応ね、理論上はね、今後もレボリュートね、利用してった方が、まあ、お得ではあるっていう風になるわけなんですけども、こんな感じにね、なってしまいました。で、今回ですね、クレジットカードだけね、チャージ手数料を導入するということで、銀行のね、デビットカードってありますよね。こちらからチャージする場合、もしくは銀行振込でチャージね、する場合に関しては、今後もね、手数料がかからないっていう風になりますんで、ですので、こういった方法でね、まあ、チャージしていただければですね、今後もね、お得に利用することができるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。で、またですね、実際に導入されるのは2023年の4月の17日からっていう風になりますんで、あとね、1ヶ月ぐらいありますよね。ですので、まだね、ちょっと検証自体はね、全部できてないんですけども、デビットカードからチャージしていただければ手数料かからないっていう風になりますんで、ソニーバンクオーレット、まあ、ANA ソニーバンクオーレットと普通のソニーバンクオーレットってありますよね。あちらもデビットカードっていう風になりまして、ANA のね、ソニーバンクオーレットに関しては0.5%でね、ANA マイルが溜まったり、無印のやつはですね、0.5%ね、キャッシュバック、まあ、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、今後ね、それで利用するのがね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思っております。またね、先日ね、動画出しました、オリーブフレキシブルペイっていうのがありますよね。こちらのクレジットカード番号でね、チャージした場合ね、こちらね、デビット扱いになるんですよね。ですので、まあこれもですね、ちょっとまだ実証自体はですね、あと1ヶ月ぐらいね、導入されるな、
後になりますんで、まあこれも始まってからね、実際にやってみようかななんていうふうに思うんですけども、これがね、実際にデビット扱いになるようであればですね、オリーブフレキシブルペイでクレカチャージね、していただくのがね、ポイントも取れて、チャージ無料でね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ一応ね、今後またね、編集をしてからですね、改めてね、動画出したいななんていうふうに思いますんで、まあ一応ですね、今後はね、こういった感じで利用するのはね、いいのではないのかななんていうふうに思っております。ということで今回ですね、このレボリュートカードはですね、チャージ手数料を導入いたしますということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、私のね、最近お勧めさせていただいているこのイデアありますよね。今ね、新規入会キャンペーンね、やっておりますんで、詳しいことはですね、概要欄に載せておきますけども、このイデアっていうのは、このアメックスからのね、マリオットアメックスプレミアムカードから私はチャージして利用させていただいてるんですけども、これからチャージしていただくと、ポイントが満額でね、イデア取れるんですよね。ですので、まあ、1000円からチャージできるんですけども、30ポイントね、満額でポイントが取れます。で、今まではですね、このイデアにね、チャージしていただいて、このレボリュートに流すのをお勧めさせていただいてたんですよね。というのも、このイデアっていうのはプリペイドカードなんですよね。プリペなんですよ。ですので、まあ、ガソスタとかですね、一部のホテルとか、まあ、そういったところではですね、このプリペっていうのは使えなかったりするんですよね。ですので、このね、レボリュートにチャージしていただくと、このレボリュートはですね、いろんなね、支払いに使えるんですよね。携帯の支払いとかにもね、通ったりしますので、ちょっと特殊になってるんで、まあ、ホテルとかでもね、普通に使えたりするんですけども、まあ、今後はですね、まあ、このイデアからね、このレボリュートへのチャージがね、手数料かかってくるっていう風になりますんで、まあ、今後はね、このアメックスからね、チャージした分に関しては、まあ、こちらのイデアでね、利用していただく形になるかな、なんていう風に思いますので、まあ、今後ね、物理カードね、必要になってくると思いますので、今現在ね、発行手数料ね、実質無料キャンペーンね、やっておりますので、まあ、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、イデアのね、物理カードを発行されてない方はですね、このタイミングでね、発行していただくのがね、いいのではないのかなと思います。一応ね、このイデアの発行キャンペーンも、先着になっておりますので、ぜひね、終わらないうちにですね、利用ね、していただければなと思います。ということで、今回ね、ちょっと残念なお知らせね、来てしまいましたけども、まあ、個人的にはね、まさかね、チャージに手数料を取ってくるとはね、思っておりませんでしたので、結構意外だったんですけども、まあ、このね、レボリュートっていうのはですね、外貨決済手数料ほぼかからないで、年会費も無料でね、利用することができてたので、まあ、ちょっとね、これも今までがね、お得すぎたのかもしれないですね。ちょっとね、これが当たり前になってきてしまって、チャージに対して、手数料取るのかっていうのはね、結構ね、びっくりだったわけなんですけども、今回ね、こういった感じになりました。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Strong and fake a smile until I